温かく皆さんの成長を見守り支援してくださったことに対しても本当に心から御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、理事長の祝辞ということで何をお話ししようかといろいろ考えました。そしてとどのつまり、私は会社の経営者として現役でございますので、日頃からそれに携わっているその場で考えていること、実行していることから皆さん、社会に役立つ、皆さんに役立つお話ができたら皆さんのスタートの穴抜けになるのではないかと思いました。私は1年に1度ですね、必ず中期的な、長期的な計画、戦略を考えるときにいつも初心に戻って、中国からの古い言葉、着眼大局、着小局という言葉に戻り、一つは時代の流れは今どのように向いているのか、その中で、その中の波に乗るということ、こういうことを考えながら自分はその内部としてどのように歩みですかということを会社としていろいろ考えているわけです。今時代の流れっていうのはいろいろありますが、今日その中の一つである皆さんにお話したいことがあります。一つは第4次産業革命という言葉であります。ドイツのメルケル首相などはインダストリー 4.0、 あるいは科学者の間ではサイエンス 4.0、 こういうふうに呼んでおります。